全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2017は2017年11月10日から11月26日まで栃木県、兵庫県、鹿児島県及び千葉県で開催された41回目の全国地域サッカーチャンピオンズリーグである2017年8月1日に全国社会人サッカー連盟から大会要項が発表された 基本的な大会のレギュレーションは前年までと同じだが、1試合における選手交代枠が3人から5人に変更されている。1次ラウンドのうち、関西サッカーリーグの開催エリアである兵庫県で行われる B グループはフレッシュの関西サッカーリーグ公式チャンネル KSLTV で全試合の配信が行われる。決勝ラウンドは、ドーム社が運営する動画配信サイト、 有明放送局で全試合の配信が行われる。十勝小長和部市原福井鈴鹿刈谷 A 京都、平方三菱水島松江高地 UT 宮崎2017年の全国地域サッカーチャンピオンズリーグ参加クラブの所在地2017年度各地域リーグ優勝チーム第53回全国社会人サッカー選手権大会出場チームより 最大3チーム1および2の条件で12チームに満たない場合は、各地域リーグで2位となった J リーグ100年構想クラブを補充する。1から3の条件で12チームに満たない場合は、2010年6月末の全国社会人サッカー連盟加盟登録チームの多い順番で巡回資臨版により補充する。JFL 事務局は11月6日付の ニュースリリースで参加12チームのうちトカチ FC と三菱自動車水島 FC 以外の10チームが JFL へ入会希望書類を提出していることを公表。これを受けて JFL への昇格についてはトカチ FC と三菱水島 FC が地域 CL の上位2チームに入った場合は原則として地域 CL3 位以下からの繰り上げを行わない。 JFL 参加チームが16チームに満たない場合は3位以下のチームからの繰り上げを考慮することを示している。組み合わせ抽選会は10月22日に行われた。A グループ、松江市ィ f c v ボンズ、市原 FC サウルコス福井、V スズカアンリミテッド FC 松江市 TFCV、サウルコス福井ボンズ、市原 FCV スズカアンリミテッド FC 松江市 FCV 鈴鹿アンリミテッド FC ボンズ、市原 FCV サウルコス福井、B グループ三菱自動車、水島 FCVFC、ティアモマイカタアミティ SC、京都 V コーチユナイテッド SC 三菱自動車、水島 FC、V アミティ SC、京都 FC ティアモマイカタ、V コーチユナイテッド SC 三菱自動車、水島 FCV コーチユナイテッド SC、SCFC テ, SC ティアモマイカタ、V アミティ SC、 京都 C グループコバルトーレオナガ VFC カリア、テゲバジャーロ宮崎 V トカチ FC コバルトーレ、オナガ V テゲバジャーロ宮崎 FC、カリア V トカチ FC コバルトーレオナガ V トカチ FCFC FC、FC カリア V テゲバジャーロ宮崎各グループにコバルトーレ、オナガ V テゲバジャーロ宮崎ボンズ、市原 FC、V アミティ SC 京都コバルトーレオナガ V ボンズ、 市原 FC テケバジャーロ宮崎 V アミティ SC、京都コバルトーレオナガワ V アミティ SC 京都、テケバジャーロ宮崎 V ボンズ市原 FC 上位に、チームは12月6日に行われた JFL 理事会で JFL への入会が承認された。ありがとうございます。